山梨、山中湖畔で開催されていた音楽フェス、スイートラブシャワー2023、2日目の公演が26日、雷を伴う豪雨のため途中で中止となった。写真、空を恨みたくなるスイートラブシャワー2023の X 公式 SNS には、お客様の安全、アーティストの安全を守るためレイクサイドステージ、グッドバイブスステージの公演は中止とさせていただきます。 会場にいらっしゃるお客様は避難エリアにご移動ください。夜間で足元、周囲も暗い中ですので焦らずにご移動をお願いいたします。と掲出された。4カ所あるステージのうち、レイクサイド、に鳥で出演した人気バンド、世界の終わりは登場の直前だったが打ち切りに。X、旧ツイッターでは、セカオは中止というワードがトレンド入りした。X では、 観客が動画や写真を多数アップ。地面が田んぼのように水浸しになった様子がうかがえる。悔しいけどこれは仕方ない、この結末に言葉が出ない、涙止まらない、の声が上がった。その後午後8時47分に、豪雨を伴う雷雲が通過したため避難体制は解除となりました。場内スタッフの指示に従い、お気をつけてお帰りください、と更新された。